先日、大川小学校の裁判、判決が出まして、それで 石巻市と宮城県、そしてその後追って遺族も控訴という動きになっております。判決が出てですね 私すぐ、ブログの方でこの裁判の、経過並びに判決へのコメントを書いたんですが、反応が非常によろしくない。県知事、村井知事ですね あれが言うところの死んでしまった教師を断罪するような行為は果たしていいものかどうかという、そういうものですね。で、想定外の自然災害ではなかったのかという、大きく言ってその2つなんですね。で、ただ私が一番気になっているのはその部分ではなく、こんな大事件ですねについて、うかつなことは言えない、からすみなことは言えないという、そういう流れですね。そういう 意見というか感想も私のところに多く寄せられたんですが、そこのところが一番引っかかるというか、おそらくですね、その大川小学校の 事故、これが起こったまさにあの日の動きを再現しているような気がしました。つまりですね 大川小学校の校庭でそのどう判断すべきかといういろんな先生たちの迷いとか、危機感とかっていう、そういうことがごちゃ混ぜになったあの中で、迂闊な判断はできないという、まさにそういった先生たちの、混乱があったと。そして時間が過ぎていったと。そのことがまさに大川小学校の判決をめぐって、いや、その判決裁判、その前の裁判、そして、その前の第三者委員会の動きに対するその人々、私たちのその動きですね。人がたくさん死んだ、先生たちも死んだと。その中で軽はずみなことは言えないんではないかという、そういう 今日までの流れっていうのが、実はその2011年の3月11日のあの校庭の動きと同じような気がしてます。一体この事件をめぐってですね、この事故をめぐって私たちが一体どんな判断をし、そして教訓としていくのかっていうのは、やっぱりきちんと出さなきゃいけない。おそらくですね、軽はずみなことは言えないというふうな形で時間が過ぎていけば、おそらくは教訓として残されないまま事件が終わってしまう。悲しい事件でした。それは違う気がします。検証というのは、
そういうことを超えていかなきゃいけない。なぜ起きたのかということですね。子供たちが、74名、教職員が10名、教職員は13名だけ生き残ったということなんですね。学校でこれだけの子供が亡くなるというのは、戦争、戦時下でないとないという規模です。そのことははっきりしなきゃいけない。まず考えなきゃいけないのは、石巻市の学校で一体、学校に限らずですよ、その石巻市全体でどれだけの犠牲があったかと、あるいはその 石巻市全体の学校でどれだけの犠牲者が出たのかっていう、そこから考えても、遺族の方、あるいは私たちはなぜと思うわけです。そしてそこのところをやっぱり明確にすべきだという、そういう気持ちが、おそらくはですね、遺族の方々が最初に思った。ちょっと見てみましょうね。まず大きな地図を見ますとですね、これは一番ちっちゃい地図なんですが、北上川、分かりますね。地図の右手、東の真ん中ぐらいに北上川の大きな河口があります。で、北上川の支流、ちっちゃな支流がですね、石巻の方にこうぐぐっと来てるわけです。石巻の辺りに、支流の河口があるという そうなってます。北上川の現場ですね。さて、それでちょっと拡大してみましょう。こんな写真になりますね。星印分かると思うんですけど、これは言わずと知れた大川小学校です。右手が河口になります。追波湾という、波を追いかけるという、波が追いかけるという不吉な名前の湾が右手にあります。北上川がそこに注、支流、北上川の支流がそこに注ぎます。ちょうど北上川という文字が書いてありますが、そこの向かいに、北上中学校がありますので、川を挟んで大川小があるということになります。ですね、そこでですね、今度は湾からこれだけ近いということなんですが、よく引き合いに出される学校があります。同じ石巻市の相川小学校という学校があります。この写真をちょっと、航空写真、これですね、見ますと、このポイントの部分ですね、これ相川小学校です。相川地区ですね。そこに学校がありました。やっぱり、流されました。はるかに近いところに海があるわけです。3階建ての校舎です。ここでは1人亡くなりました。子供が、おじいちゃんが迎えに来て、そして、帰宅、
する時に流されたという一人です。こんな風にしてですね、地図大丈夫です、はい、こんな風にして、各地で、暴れた津波なんですが、各地で犠牲者を出しました。ついでに私の経験も言っときますとですね、私震災があってすぐ福島県、いわきを拠点にしてお邪魔しております。でそのそうですね、震災直後でしたから、避難所で、学校や公民館の避難所でですね、いろんな方の話を聞いたんですが津波の警報というのは、言いますけど、いわきの防災無線は機能しなかったという、多くの方が言ってます、これ。で、いわきの、ちょっと話題それてごめんなさい。いわきの市議会でそのことが一度だけ問題にされたんですが、確か6月だったと思います。2011年の6月です。その時のあれによりますと、防災無線は、放送されたという記録が残っている。そういう答弁でした。つまり、それだけでいいですね。はい、防災無線は、放送されたという記録が残っているという答弁がされました。つまりですね、多くの方々はですね、消防車あるいは市の広報車の緊急連絡で逃げました。で、多くの方がやっぱり殉職してるんですが、ひっくり返った消防車を私は何台も見ました。で、そのいわきの方々ですね、とにかく高台に逃げろ、それは本当に海岸線の方はもう古くからの知恵ということで、川沿いに逃げるな高台に逃げろという、それを合言葉のように逃げています。で私の知ってる話だけ言いますが、いわきの豊間地区ですねここでも人が亡くなってるんですが、有名なのは豊間幼稚園ですね。年長の子は駆け足で、逃げろと言われ逃げ、一緒に逃げた保母さんは、年少の子を担いで逃げたと。で子供亡くなってるんですが、お迎えが来て高台でない自宅に戻っちゃったという、そういう悲しい話は聞きました。みんな神社の高台に逃げる、石段に逃げるという。で、川を登って津波が来るわけで、川のずいぶん上の方に流されてそのままになって車も、私はずいぶんいました。で、あとは四倉の話を言えば、いわきの四倉ですね、ちょっと上になりますね、いわき市のかなり北なんですが、そこでは最初、幼稚園ですね、そこに避難するんですが、ちょっと高くなったところなんですが、ところが津波の規模が大きいのでここじゃ危ないという、みんなの話、消防の話はみんなの話で、さらに高台の四倉高校に逃げます。体育館が2つある大きな高校なんですが、そこに逃げます。最後の人たちはもう、膝が波に浸かりながら逃げたという、そういう話なんですね。
私が見た聞いた話のその実感、感じるものはですね、現場の判断だったということです。消防の人たちも、無線連絡を受けて、とにかくとてつもない波が来るから逃げなきゃいけない、逃げさせてくれという、そういう指示を受けて逃げてるわけです。逃げさせたわけです。あとはみんなの流れだったんですよね。そう思いました。それで大岡小学校に戻りますけれども、なぜ大岡小学校だけがという気持ちは、やっぱり被災地にいてもあったということです。ましてや遺族の、大岡小の遺族の方々は当たり前ですがとりわけ強かったということです。おそらくはですね、その想定外の津波が海岸線を襲ったと。これは自然災害の宿命だというふうに、こんなひどいことが起きるんだという。最初はそう思ってたんではないでしょうか。まだ直接会って話を聞いたわけではないんですが、12月に会って話をしてくる予定でいます。おそらくですね、遺族の方々の意向が、その驚きから怒りになり、それがだんだん次第に無念な気持ちに、無念という、残念無念という気持ちになっていくという、そういうことがあって、そして想定外の災害として、これは宿命として受け入れる、それはできないというふうになっていったんだと思われます。私繰り返してこの大川小学校をレポートをしてますが、ブログで何回かして、そして第三者委員会にも意見を申し上げてるんですが、これは学校的事故の典型であるというふうに私はずっと思っております。いわゆる学校的、その社会での出来事だというふうに私は思えて仕方がありません。ですね、遺族の方々が残ったのはですね、11日当日、先生が一人助かったっていうのはご存知だと思うんですけれども、校長はいなかった、有給休暇、年休を取ってたっていうのも、それで学校にいなかったっていうのも皆さん知ってると思うんですけどね。助かった一人の先生がですね、教務主任と言われてます。この先生がですね、事故の状況をですね、すぐにメールで送ってます、校長に。ところがそれを削除したんですよね、校長が。それは後で明らかになるんですけれども、まだ続きます。校長は6日間現場に来てません。来たのは17日。みんなが 子供たちを捜索してるんですが、顔を出さない。そういうことが続きます。で、さらに続く。3月の26日だったかな。
ごめんなさいね。はい、間違ってたらすみません。3月の26日、29日かもしれません。この日にですね、登校日を設定します。生存した子どもたちの登校日です。まあ、それはいいんですけどね。これを遺族の方は、報道で知るんです。こういうことが続きました。校長は、子どもたち少なくなっちゃったね、でも頑張ろうと言ったそうです。こういうことが続きました。で、あとは有名な話ですが、市教委が、生き残った子どもたちからその証言を取るんですが、録音しなかった。そしてメモを取ったんですが、そのメモを廃棄するということが起こります。そんなに大切なものとは思わなかったという、そういう発言でした。こういうことが続きます。遺族は最初は驚いて、どうしてそんなことになるんだというふうに驚いてたんです。それは間もなく怒りに変わるわけですよね。そして遺族の方々は、なぜ大川小学校だけがというふうに、まあ怒りの矛先を向けること、どこに向ければいいのか分からなくなっていくということです。ここでですね、ちょっと区切って、学校におけるその学校災害あるいはいじめに対処する学校の姿勢と、その学校の対応がとてもよく似ているという、そういうことをちょっと話さなきゃいけないと思います。学校でですね、そのいじめないしは意地悪ということは、まあしょっちゅうあるわけで、まあこれは子供なんで、当然起きる現象なんですけれども、そういうことが起きます。でその時にですね、学校は大ごとになっては困ると考えます。これは正しいんです。私いつも言ってるんですけど、大ごとにしてはいけないという態度は正しいんです。つまりですね、大ごとになれば、傷つくのは、まず、被害者なんですよね。被害者の生徒の方です。まあちょっと具体的に言いましょうね。よく私が言うのは、その例えば消しゴムがなくなったと、で、その時に消しゴムを取ったのは誰だというふうに騒ぐのは非常にまずいわけです。まあたまに出てくることもあるし、でまあ言ってしまえば高々消しゴム1個です。でこのことをめぐってですね、例えばうちに電話して消しゴムが盗まれましたというふうにやれば、親はどうしてそんなことになるんだろうというふうにうろたえると、まあいい親だったらそんなことを大げさに騒がないでくださいというふうに言うんですが、まあそういかないとなかなか、まあ、子供は傷つくわけです。でそこでちょっと様子を見ようねと、まあ、通常は判断するわけですよ。これは隠蔽とは言わない。で様子を見る。しかし次の日、例えば上履きがなくなったというふうになった時に、ここは大事なんです。そこはきっちり仕切らないといけない、して決意しないといけない。ここが判断のしどころですね。で何をしなきゃいけないか、まず傷ついてるのは子供なんで、で子供に言わなきゃいけない。誰でもいいです。哲くん、これは
やっぱり許せないことをされてるよ。このことについてやっぱり、お母さんも知らないといけないんじゃないかなというふうに相談します。相談しなきゃいけないで、許可を取らなきゃいけないで、許可をもらって、そしてお母さんのところに電話しなきゃいけない。実はこういうことがありましてということをしなきゃいけない。これは決断しなきゃいけません。そして、親もそうですけども、まあ、学年主任とか管理職にも連絡しないといけない。これは決断しないといけないんです。つまりもう大元なんです。あるいは大元になるかもしれないという、ここの分かれ目をですね、学校はできないという時がある、あるいはよく見逃す。ニュースで報道になるいじめの事件、それはもうほとんどというか全部ですね、学校がこの決断をしなかった結果起きたことです。昨日と一昨日と横浜のあの事件を取り上げましょうか。報道されてますね。福島の子が、まあ、金、例えば山本金というふうに言われていじめを受けている。そしてお金をも、まあ、お前保証金もらってんだろ、だったら金持ってこいということでお金も奪われているという事件があって、でそのことがようやく取り上げられて検証されるという流れになりました。で報道によ よりますとですね、例えばお金の件についてはまあ合意していたと、教師が聞いたらまあ合意していたというバカな話が報道されています。本当でしょうか。まあ耳を疑うような報道がされています。つまりですね、おそらく学校はこういうふうに考えた。ここで無理やり、つまり恐喝ですね、恐喝、子供が恐喝を受けたということになれば、おそらく恐喝を受けたんだぞっていう、その追認をしていくわけです、学校は。つまりあなたは恐喝を受けましたよねという、そしたらその子は辛い思いをする。そしてこの恐喝をした子にもうするなという、もちろん向こうはしないという。そうするとですね、ここで大元にしないという道筋ができます。つまり金を無理やり奪ったという事実がここで消えちゃうんです。そういうことが起きるんですよ。でも起きたことはきっちりしないといけない。さっきの上履きの話に戻ればですね、上履きの前が化粧ゴムだったよね、これは違うよ、これはね事故じゃない、これは事件だよ。哲くん、君は辛いだろうけれども先生も辛いと、でも言わなきゃいけないよ。今受けてる傷を、それは君のせいじゃなくて誰かのおかげでできた傷なんだよ、それはやっぱりちゃんと解決しようよ、一緒にやろうというふうに決断しなきゃいけないんです。横浜は決断しなかった、そしていじめられ続けた、そういうことですね。さて、おそらくはですね、この校長は、校長から入りましょう。名前忘れました。この校長はですね、メールを受け取ったときに、おそらくは誰かに相談したはずなんですがね、それは明らかになってません。
メールを削除しろと言われたか、迷ったか、結局迷った挙句削除したんです。そして行かなければいけない現場、自分の学校に行かなかった。つまり大ごとになっているにもかかわらず、大ごとに対する自分の姿勢を律し、確立できなかった。そうして、まるで大ごとでもないかのような時間が過ぎていった。こういうことです。そして一番問題にされなければいけない50分間。これもおそらく同じことが起きていた。ということがたくさん、たくさん、たくさんありました。そこでですね、多くの学校が、これはいじめだ、意地悪だという、その事件事象に関して決断を避ける、そのことがここでも起きていたということです。繰り返しますが、大ごとになることを避ける、これは危機を回避すること、間違いないです。これだから消しゴム1個で騒ぎにするっていうことは、これは良くないという、そういう意味では危機を回避するという判断は正しいんですよ。しかし、それがいつしか危機を、判断を回避する、決断を回避するという判断にすり替わっていくという、そういうことが起きたんではないか。多くの学校で、いじめですべき決断を回避したという。そのことと同じように、この大川小学校でそういうことが起きたんだというふうに考えられるという、そのことがたくさんあったということです。ですね、たくさんあるんですが、情報からいきましょう。情報はですね、ごちゃごちゃしたんですが、第三者委員会はですね、結局それなりのものをまとめました。地震発生が、まあ皆さんご存知のとおり、午後2時46分。津波警報発令ですね、これが2時49分、その時は津波の高さが6メートルということですね。大川小学校の防災行政無線による広報、これが2時52分です。それで、消防車が3時10分ごろから、この亀屋地区と読むんですね、大川小学校近辺を、走り抜けてます。で、3時14分に津波警報、これは、津波高が10メートルに変更されるんですよね。そして、FM ラジオがですね、3時21分に津波高10メートル放送してるんです。で、AM ラジオですね、これが3時32分、これ10津波高10メートルをラジオが放送してます。32分です。この5分後にですね、
大川小学校に津波が到達します。さてと、一体何をやってたのかということです。もちろん大変だったわけで、校庭は大変な騒ぎなわけですよ。体育館は壊れてダメだったと。で、体育館にはちょっと避難できない、避難所にする予定でしたよ、防災マニュアルで。でもとても使える状態ではないという、これも確か教務主任の先生が確認に行ってます。したがって校庭に避難する。校庭は防災マニュアルで避難場所になってます。近所の住民もやってきた、避難場所ですから。あるいはその引き取りに来たという、子供を引き取りに来たという、そういう保護者もいたわけです。で、逆に下校途中の子供が引き返してきたという、早く下校に行ってた、下校した子供たちは逆に学校に引き返してきたという子供もいたという。で、たくさんの子供が証言してるんですが、靴を履くのがもう時間がないんで上履きのまま校庭に逃げたとか、それから誰ちゃんが校庭で履いてたとか、まあとにかくパニックですよね。それで大川小の先生たちは、全員を確認できたんですね。これすごいことで、私は出席簿だったのか、それが何だったのかちょっと把握してないんですが、すごいことです。で、これで落ち着きなさいというふうになだめたり背中をなでたりということをしておりました。で、校庭で議論がされたそうです。逃げる、どこに逃げるかという、ここでいいのかという、良くないことはあったんです。確かに、例えば市の職員がですね、避難所として使えるかどうかということを、立ち寄るんですね。それから、あるいは住民がですね、その、避難してきてこれで安心だというふうなことを言うわけです。ちょっとあれですね、拡大した大川小の写真を、航空写真をいいですか、拡大のやつ、これですね。はい、これ見てわかると思うんですけども、はい、まあもうご存知だと思うんですけど、校舎はこの緩くカーブを描いたような、洒落た校舎なんですね。で、そのグラウンドを囲むように、校舎が建ってます。で、ここにこの校庭にみんな避難したわけですね。そこに住民もやってくるということです。つまりですね、ここは避難場所なんだという、先生たちに責任感と、あるいは安心感みたいのはおそらくもたらしたでしょう。はい。でもですね、もちろんですね、住民の中には、ラジオもちゃんと聞いてるわけですから、ちょっといいのか、こんなことやっててというふうな、早く逃げなきゃと。で、校庭の議論に拍車をかけるわけです。これでどうするかという。つまりですね、50分の間、まあ、FM から考えれば、FM が3時20分ですから、それから30分近く議論してたわけです。さて、ここでどうすべきだったというかということです。つまり、危機を回避しようというふうなことで、先生たちは絶対に考えたはずです。そこで、私はですよ、まあこういうと後からでは何でも言えるということなんでしょうが、高くなった堤防ですね、そこに行って
流されるわけです。川の川からあふれた波で全部流されるわけです。逆流した波ですね。でそこまで150メートルとか200メートル、つまりその津波に合う三角地帯と呼ばれているところですね。その新北上がまあ大橋っていう、この橋が見えると見えますね、この橋です。その橋に向かっていくわけですよ。そこの三角地帯、俗称三角地帯と言われているらしいんですが、そこに向かうわけです。150メートルから200メートル、すみません何回も言って言われてます。そこに行くわけですね。はい、並べと言ったそうなんですが、津波てんでんこというのは皆さんご存知だと思うんですが、とにかく人のことはいいから自分で逃げなさいと、どんどん逃げなさい、高いところに逃げなさいという、そういう言葉ではなかったという。それで行進していく様子を近所の住民が全速力で逃げる車の中から見ているんです。はい、波に向かっていくわけですね。つまりそれは仕方がないとしましょう。でもできたことはたくさんあった。つまり最初からどこに逃げるかという、そのどこに逃げるかというところに先生たちを送ればよかった。一人でも二人でもいい、裏山に登ってみろ、あるいはその三角下にちょっと行って様子を見てこいと。そうすればいわゆる緊急広報者が緊急に津波が松原を越えましたという放送を流して、通り過ぎるんですよ。この何分前だったか、直前です。はい、直前。その時に松原を越えたというその放送を流しながら、逃げるんですよ候補者が。その松原も見える場所にすぐ行けるんですよ。つまり偵察を出すという簡単なことだったんです。見てこいと。それでよかった。200メートルだったら往復してまあ1分苦しいかな、往復して400メートル1分苦しいな。はい、でも2分あれば十分です。裏山も行けばそこに本当に木が倒れているのかどうか、裏山が木が倒れて危険だというふうなことを言ったとか言ってますけれども、確かに木は倒れていた。でもそれは元から倒れていた木だったということが明らかになってます。そういうことができなかったということです。危機を回避しようとするあまりそういう決断ができなかった。逃げようという決断をする前に、その前に偵察すること、その判断さえできなかったという、そういうことがここで起きたということです。私は学校の人間なので、そういう考えでずっとこの大川小のことを見てました。しかしですね、この話はですね、なぜそうできなかったのかという、その50分間の検証がですね、一番良くなかったのは、結局これはその自然災害の想定外の自然災害だったという、そこに視点がずれていったと。つまり犠牲者がこれだけ多いのは自然災害のその規模の大きさではないかという、そういうふうに話の流れがいったという、これが悲劇でした。つまり裁判の争点で何が一番良くなかったかというと、津波は予見できたのかどうかということになってしまったということです。本当は違う。なぜ避難するその危機を回避できなかったのかという、
それは決断を回避したからだというふうになるんですけれども、その避難しなきゃいけないというそういうふうになぜ動けなかったのかというのが大事なんです。つまり大切なことは津波が果たして予見できたかどうかということではない、危なかったらどうするかというそういう判断がなぜできなかったのかという、そちらの方に話が裁判がいかなかったということです。そして遺族が残念だったのは、裁判というものは結局市教委とか市長とか学校とかの対応がどういうものだったのかということに全然踏み込めないという、その残念さはいや無念だったと思います。本当はそこがきちんとしてればおそらくこんなことにはならなかった。まあいじめの事件がよくそうであるように、本当に申し訳なかった最初に言い、そしてこんなこともあんなこともこんなにたくさんあったと、それについてこんな対処しかできなかったと、申し訳なかったと言えば裁判になってないんですよ、いじめの裁判ね。それをまず A 君が死んで悲しいとも言えず、そういうことも言わず、いじめがあったかどうか調査しますみたいな、ネズミみたいな顔して言って、調査した結果いじめと自殺の因果関係は分かりませんでしたと、そういうふうに言ってきた。でこれはまずいんじゃないかということで、大津の事件があって、必ず第三者委員会を立ち上げるということになったわけですが、あれは学校が地に落ちたという、そういう意味では教育者っていうものをあんまり信用できなくなったという一つの現象だということを私たちはもう肝に銘じなきゃいけない、そういうことです。大川小学校の遺族が無念なのはその部分でしょうね。つまり、市教委も市もあまりにも不誠実だったということが裁判では問われていないという、問われなかったという、そこが無念でしょうがない。ですからこの間の14億円の賠償金についてですね、遺族は喜んでるんでしょうか。そんなものは関係ねえとほとんど思ってるんじゃないんでしょうかね。一応勝訴ということで大玉幕は掲げましたが、残念な気持ちがいっぱいだというコメントが聞かれたと思います。そういうことです。それでも控訴しないでくれというふうに原告の遺族は言ったんですが、もう辛いのでやめたいというその気持ちがほとんどだったと思われます。実際遺族のほとんどの方は裁判に参加してないわけで、それは今更どうするんだと、お金もらってどうするんだという気持ちや、それから裁判というものには必ず辛い体験をもう一度そこで経験するわけですから、あの時こうだったと、だからしょうがなかったんだというふうなことが一方で言われ、冗談じゃないよと、そのことに反論するという、そういう辛さをまた繰り返すのかという、それで原告として参加しなかったという、そういう方も多いわけです。つまり控訴しないでくれっていうのは、こんな気持ちはもう
二度と味わいたくないという、勝ったからいいんだという、そういう気持ちだとはとても思えませんね。それを即刻市長が控訴、市議会は16対10だったそうで、10名のまあちゃんとした議員がいたということですね。賛成多数で可決されたんですが、まあ知事は初めに言ったように、教師を断罪するのをやめようという、教師も死んでいるんだという、そんなことしか言えない。そこで、まあ、皆さんも知ってると思うんですけれども、その遺族が驚きから怒り、そして無念という、そういう気持ちになっていったこと、有名なあれですね、その最初の方で言いましたが、石巻市長が6月の説明会でしたね、2011年6月の第2回の説明会でしたから、そこで遺族が涙ながらに訴えた言葉に対して、私もしくは私の子供がこの津波で亡くなったとしたら、自然災害の宿命として受け止めるというふうに、これ有名な発言なんで、これ実は撤回したのは皆さんご存知ですかね。その後の市議会で撤回します。撤回した理由がちょっとはっきりしません。でそれも撤回します、後に。必要ならば謝罪しますというふうに変わります。市長はこういう一貫した、亀山市長ですね、一貫した態度です。で遺族はもともと第三者委員会を立ち上げてほしいと、もうダメだと、学校も教育委員会もダメだと、立ち上げてくれというふうな声を上げてたんですが、それ教育委員会の間で調整がつかなかったんですね。でところがですね、2000万円の予算を立ち上げて、そして、第三者委員会を立ち上げるんです、立ち上げるんです。でこれをですね、遺族が報道で知るという、つまり第三者委員会発足当初からもうちょっと、もう揉めてたということです。で、さらにですね、これは教育委員会の、契約、教育委員会と、ごめんなさい、市議会が契約しているそのコンサルタント会社がこの第三者委員会を任命するという、それもちょっと不思議なんですが、そこには、教育委員会も遺族も入れないということを市が一方的に通告します。まあ本当におかしな第三者委員会だったんです。で、もうたくさんあるんですが、この第三者委員会も本当に問題ありありで、ちょっと傑作な発言っていうか、このこと言うとね、遺族に失礼なんですが、きっとお怒りでしょう。私は有識者ではありません。それからまだ資料をよく読んでません。それから、9日前にいきなりやれと言われましたと。でそういう人がなぜ引き受けるんだという、そういう人が第三者委員会としての発言をしてます。でこういう第三者委員会なので、非常に取りまとめもたくさんあるんですが、一つ二つ言っときます。山へ逃げよう、山さ逃げっぺと子供は言ったそうです。そして住民の中にもそういうことを言った人たちも、まあ複数いたということなんですが、その証言がですね、
精査中ということで、検証委員会の取りまとめ案に盛り込められなかったと。そして不思議なことなんですが、校庭で子どもたちはゲームの話をしていたというのが、その取りまとめ案の中に盛り込まれるという。つまり子どもたちは安心していたということなんでしょうか。そういったこと、それから、地域のお年寄りがその児童たちを先導して校庭から参画したいの移動を開始したというふうなことが、匿名の証言です。そういう証言があったんですが、匿名です。それがその取りまとめに記述されるというふうな、おかしなことがとにかく続いた。で、検証委員会はですね、津波が到達した時刻を最初、3時30分から32分ごろというふうにやるんですが、これはですね、これもひどい話で、住民がメールでやり取りをしてるんですね。津波が来たという。だから逃げおおせた住民とかですね、それがメールでやり取りをしてます。そこを追及されて、そして津波到達が3時37分というふうになるわけです。この誤差分かりますか？つまりですね、32分だともう逃げられなかったということです。37分ならあと5分あるということです。この5分は大事なんです。でも第三者委員会はこの最初この時刻を立ち上げるんですね。とにかくおかしなことが続いたんです。で、それで最終報告が出るわけですから、これはもう遺族の腹は収まりません。一つだけ私言いますけれども、二つ言いますね。最終報告ですね。二つだけ、たくさんあるんですけど、二つ。石巻市教育委員会側と遺族、保護者側との間で、その説明会の位置づけ、これ4月9日なんですけれども、第1回は、その位置づけをめぐって考え方に齟齬がある。それが紛糾する原因になったということです。すれ違いがあったということですね。これがですね、さっき3月26日か29日かわからないというふうに言いましたが、3月29日なんですね。生存した、生き残った子どもたちの登校日、これを連絡しなかったとか、それからその6日間現場に現れなかったとか、それからメールを廃棄したとかっていうですね、それらについてあったはずなんですが、どうも齟齬というふうな表現をしている。もう一つあります。あと2つ言わせてください。教務主任が校長に送ったメール、それを破棄したと、校長が破棄したと言いましたけれども、それ、皆さんご存知の通り、メールはですね、復旧できますね。それを、遺族がですね、第三者委員会に復旧するように要求しました。でもこれは、調査権限を理由に復旧できないという、そういう言い訳を第三者委員会にします。はっきりした理由は分からないんですが、調査権限のことを盾にしなかった、復旧しなかったんです。それが2つ目。3つ目、第2回の保護者説明会、さっき言いましたね。その有名な亀山市長の自然災害における宿命だという、これを
第三者委員会の報告で何て言ってるかというと、これは遺族や保護者の心情を大きく傷つけるものであった、この程度なんですよ。私言いますけれども、これ最終決定稿ですね。で、これの最終報告案があります。140ページだったと思いますけれども、そこにはですね、遺族や保護者の心情を大きく傷つけるものであったと推定されると書いてあったはずです。間違いありません。この6月4日の第2回保護者説明会は1時間で終了すると宣告して1時間で終わってます。もちろん遺族は止めました。そして捨て台詞はもう説明会しませんと、これも有名なことで、これを、これはですね、不適切だと、これはもう事件事故を引き受けるその当局の姿勢としては非常に不適切であったというふうに、あるいは非常識であったというべきところを、遺族や保護者の心情を大きく傷つけるものであったと推定されると。こういうことが繰り返し起こって、それでついに第三者委員会の報告のあと、遺族は腹を立てたと。これは裁判しかないだろうというふうになったわけですね。さあ、もうまとめますけれども、いじめに行きます。学校的対応というのはですね、まずどうかわからないという判断をします。それは大事を避けるために必要な手続きであります。これは仕方がないというか必要だと私は思います。で、そこで様子を見るということをするわけです。この様子見は必要です、必ず。で、私たちはやっています。で、しかしそうでない時にもう一歩踏み込まないといけない。それはさっきも言いました。で、判断を停止して様子を見るという、そういうことはやめなきゃいけない。で、もう一歩踏み込まなきゃいけない。で、それなのに本人がいじめじゃないと言ってる、あるいは大丈夫と言ってるというふうなことで、矛を収めちゃうという。そこで事故が、あるいはいじめが進化するわけですね。深まっちゃうわけですね。本人の傷も深まるわけですよ。で、この間何が起きるかっていうと、確認を怠るわけです。この間確認する時間いっぱいある。そこでしなきゃいけない。そこでしないで学校的な事故が起きる。さて、大川小学校の事件というのは、こんなふうにして、私たちがですね、大事を避けるという、必要な手続きをそういう意味ではやったんですけれども、つまりそういう意味では大丈夫だ大丈夫だって言ったんですよ。必要なんです、これは。で、興奮する子どもをなだめる、これは必要なんですよ。でも、その間にやっておけることはあった、やっておかなきゃいけないことがあった、確認すべきことがあった、確認して決断しなきゃいけないことがあった。それを避けたんです。決断を避けたという。決断を避ける学校的習性というのを、大川小学校は示したんじゃないでしょうか。それをやっぱり教訓としなきゃいけない。そう思います。これもうだいぶ世間に広まってますけれども、あの時大川小学校で何が起きたのかという、ジャーナリストと 記者の方が書いたものです。こんなにいろいろあったんだという、報道を丹念に、追っている方はですね、読んだ方がいいです。